どうもアキトンです。よろしくお願いします。本日ね、パズドラ無課金究極攻略、こちらね第8回2周年ゴッドフェス始まりました。よろしくお願いします。あ、奥さんも嬉しい。ありがとう、一番です。おめでとうございます。よろしくね。ありがとうございます。本日はねゴッドフェス開催中ということで、アキトンもねゴッドフェスを完全攻略したいと思います。よろしくお願いします。ね、さりげなくちょこちょこっと変えたんですけど、この辺ね、実はね、YouTube の方、こちらがクリックできるようになります。これから YouTube で俺のチャンネルが登録できるようになります。ここボタンになりますから、ここをクリックして皆さん登録してください。これ強制です。よろしくお願いします。ニコニコの方はそのままでいいです。コミュニティに入ってください。はいはい、ブラックサルシア、ありがとうございます。あ、イカさん、はい、ワコツ、ポップサルシア、期待してます。あ、シルバさん、ありがとうございます。アテナチャレンジを聞いて、いろいろしてアテナチャレンジと書いてないよ、書いてない。うん、はい、活動されしたい、ワコツでした、ありがとうございます。本日もパズドラやりたいと思います。よろしくお願いします。パズドラゴッドフェス開催中です。皆さんね、引きましたか、どうでしょうかね。こちらこちらちなみにね、ニコニコ生放送で放送したものを YouTube に上げ直してるので、タイムシフト見れない方は4つ目でも見れますので、ぜひよろしくお願いします。 YouTube のみで見てる方は YouTube でそのまま見てください。大変長いです、うちの放送長いんで、飛ばし飛ばし見てください。何とも言います。はい。ペリーさんね、ツーさん、PPP さんいらっしゃい。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、スカシャいらっしゃい。ありがとうございます。こちら YouTube にも上げてるんで、動画の方ね。こちら。はい。絶賛ね。絶賛編集なしの動画を上げてますんで。アマテラスだった。4つ目では生放送できるんですけど、とりあえずそれはもうやってないです、とりあえず。上げ直してるというだけで。うん。あ、やばこつ、一発読みだった。俺読み狙ってるからね。読み狙ってますんで。なんかちょっとね、音割れてんだよな。ちょっと音でかいのかな。ちょっとマイクの音、少しだけちっちゃくしました。はい。4つ目登録しといてください。4つ目の方ね。4つ目の方、ちょっとうがる貼りますけど、ぜひ、あ、ヒゲさん、4つ目、もう貼ってください、早速貼ってください、YouTube チャンネル、アキタンのね、YouTube チャンネル、アイサさん、いらっしゃい、よろしく、アキタンの YouTube チャンネル、ぜひ、ご登録ください、こちらね、登録してない YouTube から見てる方、ここ押せますんで、押せるようにしますんで、ここ押して登録してください、PC のみです、はい、Twitter フォローしてください、ぜひ、はい、今日は何回引くの？アキタンで検索かけたらもう出ますよ。もう全部上げてますから。フル上げしてますから。はい、しっぽさん、ありがとうございます。ご覧いただきました。ありがとうございます。よろしく。よろしく。じゃあ今日もアキピーして始めたいと思いますんで、よろしくお願いします。今日ちょっとね、早いですね、やっぱね。青空さん、いらっしゃい。よろしく。今日はちょっと休みだったんでね。早めに湧くわけ。あ、ちなみにここら辺ね、カスタマイズしてますからね。アキタンのパズドラは無課金究極攻略というね、になってますんで、はい。あ、バコツ、ありがとうございます。回しますよ。当たり前じゃないですか。これ、読みゲットだから。読みゲット、飯まずっていう流れが来ますからね、こちらね。皆さん、覚悟していてください。いやー、もう引いたの、逆に皆さん引きましたか？もう今から答えますけど、今日の3時から始まってるゴッドフェスなんですけど、もう回しちゃったって人いますか？すでにもう、もう回したよ、俺もう10回ぐらい回したよとかね。うん。引いてない。100引いた。カリン2体目。キーン、カグツシだけ。2回目で読み。いやね、今回ね、ハズレも多いんすよ。今回のゴッドフェス、ハズレが非常に多いんで、あまり引きたくないんですけど、正直言えばね。正直言えば、あんまり引きたくないんですけど、まあ、ここはちょっとヨミちゃん一発来るかなと思って。究極ミック。スサノーで出た俺は勝ち組。スサノーすごいよ。あ、ギャルソンさんいらっしゃい。初見さんいらっしゃい。よろしく。ありがとう。小手はもうもらうぜ。ありがとうね。答えいただきます。何が一番引きたくない？被ってんのは引きたくない。スサノー出た。セレスが来ると思う。一回引いて、赤ソニア。わ、これし。スサノー欲しくなった。スサノーいらないよ。スサノーは、あ、いるいる。スサノーすごいよ。全然バインドしない。バインド耐性ね、最強。全然バインドしないよ。いや、アルテミスは出ないでもらいたいな。
アルテミスはやめようぜ、もう。スサノオすごいよ。全然バインドしねえもん。ものすごい防ぎ率。仕事は今日、仕事じゃないですね、今日。ちょっと今日やることあったんで、昼間放送できなかったですけど。あ、40、ありがとうございます。ようつべの見てきた、ようつべのぜひ登録してください。チャンネル登録よろしくお願いします。放送中盤で回すの、それはわかりませんよ。それはわかりません。うちの放送だね、そうそうガチャを回しませんから、なかなかレアですからね。じゃあ、とりあえず、アキピーしてから始めたいと思います。このね、この、すでにここでもう長いから。 あ、ようつべのロゴは使っていいんですよ、これね、別にね。これ押せるようになってますから、ようつべの方。ようつべに上げられた時には押せるようになってますんで、ここを押して登録してください。モルボル臭い気、スサノオ弾いてくれるわ。 ヨミが今まで全然出なかったのに、今日初めて出たら、その後すぐ2体目出た。いや、ここが長いですから。YouTube の方はね、飛ばしてね、飛ばしてね、どんどん飛ばしてね。ヨミ狙いでいきたいと思います。じゃあ行きます。じゃあ今日はね、ヒカキンさん並みのレビュー。こちらサントリーのカロリー、地中海レモン。これ俺まとめ買いしてるんで、あるだけで。こちらね、今日はこれを試飲して、レビューしたいと思います。はい。今日の提供はサントリーの提供でお送りしております。カロリー。サントリーの皆さん、今のうちですよ。加工の今のうちです。はい。じゃあ、アキピーして始めたいと思います。本日、ゴッドフェス開催中。皆さん、何が出ましたか？アキタンもね、弾きますからね。ぜひお楽しみください。それじゃあアキピーよろしく。今日も楽しんでいきましょう。アキピー。パールだった？アキピーとはアキタン乾杯の略で、AKP と日本語の変換の状態で打ってみてください。よくわからない初見さんの方。A と K と P を日本語変換の状態で打つと、AKP に自動的になりますんで。ぜひこの期間でお楽しみください。いや、送っても多分ね、もう満タンだと思いますね。奇跡的に一緒に飲んでる。10回引いて9回金。34円ありがとう。ランキング。じゃあ初見さんいらっしゃい。よろしく。よろしく。じゃあゲーム画面に切り替えたいと思います。じゃあゲーム画面ダーン。金率もいい。いや、初見さんね、AKP で打つと、日本語変換になります。自動的にね。自動的に A と K と P を日本語変換状態で打つと、なりますんで。アキピー取ってくださいね。キリンとクシナダ出た。クシナダなんとかも出んの？あ、20ありがとうございます。みんなの、ありがとうございます。みんなのおかげです。とりあえずここの状態で延長していきます。昼も忘れるんで。あれですね、ママさんにもう1500円分の Google プレイカード送りました。ちなみに、ちなみにこちらね、この間やった魔法石プレゼント1500円分、今日ゴッドフェスなんで送りましたんで、ママさん見てましたら、ぜひフレンドの方確認してください。こちらもお送りしました、コードの方ね。ぜひその1500円分を魔法石にすべて変えて、ゴッドフェス引いてください。魔法石ね、よろしくお願いします。コミュニティ参加者でやった魔法石プレゼントです。また次回もやりますんで、またお楽しみください。サーターアンダギーって言われてたから懐かしい。対象外もたまには出る。あ、そうなんだ。落ちますね。わかりました。じゃあ行きますかね。1500円だと何個なんだっけ。1500円分だと何個もらえるんだっけ、これ。魔法石1500円分だと何個でしたっけ、これ。読み出るといいね。 18?19 個。何回引けんのガチャ。19。3回。プラス1合わせて、バレンタインのイベント合わせて、19だったらバレンタインのイベント合わせて、4回引いてください。ママさん。ママさん4回引いてくださいね。1500分、向こう行ってますから。ね。ぜひ引いてください。またね、やりますから。お楽しみください。4回配信。俺じゃないから。俺じゃないから。じゃあ行きたいと思います。今日どれくらいで終わる？わかりません。今日は早く終わります。
早く終わります。今日も早く終わります。はよ引けってね、あのうちの放送のはよ引けはもう3時間後ぐらいだからいっつも早く終わるが、もう残業だからもうは。もう終わりませんよ。ゴッドフェス回すだけじゃないですよ、もちろん。それがいきなり来る。アテナ究極攻略は、ちょっときついかもしんない。アテナ究極攻略は。あ、初見です。マイマイちゃん、いらっしゃい。初見さん、ありがとう。来てくれて。あれ、マイマイちゃんって、ツイッターフォローしてくれた人かな？違うかな？はい、答えていただきます。よろしくね。あ、そしてコミュニティさんからありがとうございます。はい、コミさんありがとう。キラリよろしく。じゃあ、フレンドさらすか。じゃあ、今日のフレンドのコーナー、今日のセレスのコーナーもやっとくか、これ。今日のセレスのコーナーもしょうがねえ。じゃあ、毎回毎回ね、フレンドをさらしていきます。そうです。ありがとう。マイマイちゃん、今日も可愛いよ。ごめんな。うちこういう放送の流れなんで。あ、トメクさんありがとう。答えいただきます。とりあえず一番低いレベルの人をとりあえずさらしますかね。はい、答えいただきます。よろしく。よろしく。皆さんバレンタインデーが郵送で届きませんよ。まあ多分雪の影響でただね届かないだけだと思いますけど。いやフレちょっとね今満タンなんですよね今。高い人は晒してますよ。じゃあ今日の鍋ちゃんも見ときますか。とりあえずね、今日の鍋ちゃんででんキルアです。あ、フリーザさんこれね14日やってないから切っときましょうね。588ですけど。フレンド整理しろ。いやフレンドは今もう切らないですね全然、うん、これですよ。鍋ちゃんキルは297ですね。今んとこね一番低いランクの方は女の子は区別して入れてるんで。リリーちゃん頑張ってますよこれ。わー可愛いですね。水バルです水バルですよ。全力でいきますよ。ゴッドフェス全力でいきますから。一回な。一回。かわいいね、これね。頑張ってやってますよ。黙々と今やってるところですよ、多分ね。ツイッターフォローさせていただきました。わっくりありがとうございます。かそって、しょうがない生主なんですが、どうしたらいいですか。それはかそってる俺に言ったところで、かそは改善されないです。はい、答えていただきます。よろしく。いや、自分が見たい放送を、心がければいいと思いますよ。うん。一回で読み出た。どうしたら人増えますか？わかんない。あなたが見たいと思う放送をやれば、おのずと人増えます。女性リスナーって言ってるのが、大体男。いや、大体男じゃない人もいますよ。全部写真で確認してますからね。LINE とかたまにしてますし。秋田釣りとか全くしたことないですか？したことないよ。どうしたら髪増えますか。一人逃げたもん。フレンド申請、うん、その写真もね。ポリン行こうかな。ポリンね。じゃあ今日のセレス。うわーこれムカつくねこれな。ちょっと可愛くなりすぎてんだろこれ。その写真もねわからないんだね。何、いやいや、実際リアルタイムで送ってる写真なんで。何がムカつくよな、これ。可愛くなりすぎとるわ、これ。これはどこ行っちゃったの、これ。これ持ってるやついないのかな、今、俺のフレンドに。リーダーにしてるやつ。あ、いねえわ。いねえわ、もう。こう前から下げるんだからな、これ。みんな前から墓？下から墓？とりあえず、みんな聞くから。こう、前から墓、下から、どうでも、ダメだってこれ、腰痛上がっとるんだ、そういえば。ダメだってこれ、腰痛上がってるんだってこれ、そういえば。危ない。イービルセレス。かっこいいね、これね。わかるし、かっこだよ。アンケ、はよ。かわいくなっちゃったな、これ。前のが面影ないわ、これ。はい、本田三角形さん。
違うでしょ。ひなたさん、よし、じゃあゆずひなたさんですか。ありがとうございます。いやいやいや、ちなみに今週土曜日、皆さん今週土曜日何があるかは分かってますか。今週の土曜日ですよ。今週じゃないです、来週の土曜日だ。来週の土曜日何があるか知ってますか。2月22日秋生24時ゴッフェス。ゴッフェス遅いですよ。一応あのいろいろねフレンド見ていきたいと思う。面白いキャラクター誰か使ってるかもしれない。はい、こつ、竹島の日、ハヨ引いて、うちはハヨ引きませんから、あのハヨ引いてと思う方はあの別な放送行った方がいいかもしれないですね、うん、キムタクとフレですよ。2月22日はプレイステーション4の発売日ですよ。皆さんいいんだよな。2月22日土曜日だよな。あれな、わかってらっしゃい、土曜日だよな。いや土曜日ですよ。2月22日にゃんにゃんにゃんの日ですよ。バステトの日じゃないですからね。にゃんにゃんにゃんの日はプレイステーション4の発売日ですから、皆さんね、開封の陣やりますから。もう持ってる、まだ引いてないですよ。まだ引くわけないし、うちの放送をね知ってる方だったらまだ引くわけないでしょ。いやーもうみんなね、リーダーがもう当たり前のリーダーしかいないね、これね。当たり前のリーダーしか。通信プレイ課金型ですよ。アキタンチラシプレイ。俺の友達の誕生日。ソフトは何も買いません。あの、一本ついてくるんで、それやります。うわ、アキタンぜ。うわ、俺これ欲しい。開かない。読み開かない。ゲリラがあるから仕方ない。セレス俺だけ。ナック、フレンドちょっと今ね満タンなんですよ。申し訳ないんですけど、仕方ない、ちょっと申し訳ない。プレステ4は 44,800円とかだった気がしましたけど、何ついてくる。なんかカメラとソフトついてきますね。秋野さんにして、ムクさんにして、みんな名前センスありますね。あ、じゃあちょっと一人切りますか。一番上のこれ切りますよ。フリーザさんもうやってないんで。今経過時間見た、まだ引いてるわけなかった。当たり前だろ、俺がね開始5秒ぐらいで引く放送じゃないから。パンドラ？ノエルですか？ノエルありますよ。ナックまあ面白い。ワクワクしてないよ。ガチャ回したら清流出た。その端末はこれはあの D タブですね。 D タブです。プレイ順に変えちゃうと全員をみんな見られないんで、俺だから全員見たいからプレイ順にしないの絶対に。ランク分けしてんの、とりあえずランク分けで下の方を女の子でお気に入りにしてる、とりあえず。じゃあこちら行きたいと思います。あ、ちょっと ID が出ますんでね。じゃあ鳴らして、ででーん、フリーザ DB 勢さんアウト。どれ一人入れましょう。あー、ベガスいらっしゃい。主のリーダーはもちろんアルテミスことミクちゃんだぜ。待ってました。あー、ウガさんありがとうございます。あれ、ウガさんってもしかしたらあのウガさん、なんかあのウガさんがなんかコミュニティに入ってたんだけどさ、 A 版になったと言われる。まさか違うよね。はい、答えいただきます。よろしく。秋田愛してるよ。俺も愛してるぜ。切った相手の方は自動で消えますよ。自動で消えます。あ、ちょっと減りましたね、フレンド。何人か切ってくれましたね。じゃあ入れましょう、入れましょう。あ、 PSO でニコ生配信できますね。で、うん、やらないっすよ俺。今日は全力でいきますよ。俺の全力わかるでしょ。あ、ネオスカさん、ワコです。いらっしゃい。ちょっと切ってくれましたね、誰かね。多分違うと思います。あ、違いますか。じゃあ、ちょっと何人、3人入れましょう。いや、3人じゃないな。2人ですね。298にしときたいんでしょ。フレンド拡張できないでしょ、今回のバージョンアップで。できないよね。あ、ダメだよね。じゃあ今いるフレンドから2人入れますか。あ、じゃあ1人入れてもう一回全部消し直しますか。消すのもめんどくせえんだよな。上半期ただの佐藤とかいろいろいますけどね。あ、初見でトーマさんいらっしゃい、ありがとうございます。来てくれてありがとうございます。初見さんありがとうございます。1日でどれぐらいポイント貯まる、わかんない。この間40人使ってくれましたけどね、俺のことね。はい、答えいただきます。わかりませんけど、
そこそこ上がりますね。はい、としどりさんいらっしゃい、ありがとうございます。今日は聞きますよ、ゴッドフェス。じゃあ誰か一人入れますか、ここから。お、秋田勢いますね。秋田勢入れてあげますか、やっぱり。これ何日か経っても秋田勢を抜いてないってことを俺確認してますからね。ゴーレム。コテ消えてました。いや、リッツさん大丈夫です。ついてますよ。ハグンさんいらっしゃい。ありがとうございます。降臨はね、ちょっと行かないと思います。アキタン大好き？ちょっとね、難しいですよ、これ。誰入れるか。とりあえず囲っときますか、うちのアキタン勢ね。アキタン勢囲っときますわ。リーダーはアルテミスことミクですよ。ミクパっていうパーティーですから、うちね。アキタン、こんばんは、こんばんは。うちはこれミクパで、しかも無課金でクリアするっていうのがうちの放送だから。効率とか全くもって考えてないからね。ちなみにね。なんで、ハクとか使わねえのっつうのをよく聞きますけど。それは関係ないですから。あ、セーバーセルシェ。セレス引いたら俺消されそう。いや、セレス引かないから。朝の、あ、親のスマホでサモンズしてる。朝って呼んじゃったよ。すいませんね。じゃあちょっとね。誰入れましょう。誰入れっかな。まあ将来ね、公式にももしかしたら出るかもしれない、アキタン。将来ね、もうあの公式もほぼ間違いないアキタンと、今のうちにまあフレンドになっておいた方がいいし、まあ YouTube も登録しておいた方がいいし、まあ Twitter なんかフォローしておいた方がいいのはもう間違いないですから。じゃあちょっとアキタン勢入れます。じゃあ一回またこれリセットします。今日全部リセットします。うちゲーム始まるまで長いからね、これ。一回リセットします。ミクに似てるのと39分に引いたから、そうです。39分に引いたからです。ガチャまだ？いらっしゃい。うちはまだですよ。うちの放送ね、何回か来てる方には、この勢いでね、ガチャは回してねえだろうって、安心してますよ。はい、初見さんいらっしゃいね。ありがとう。来てくれて。ありがとう。初見さんありがとうね。来てくれてね。うちはね、あの他の放送みたいにガチャで盛り上がる放送じゃないからちなみに言いますとね、むしろ今回引くのみたいな。 YouTube 意外と再生数いってる。そう、意外と再生数いってるんですよ YouTube。 しかも挙句にね、広告ぶってるからね俺ちなみにまだ あと1時間はガチャらないでしょ。だって食うのメインですよ。メイン俺はすぐやると思いますから。もう風吹かないとダメでしょメインやったら。フレ申請も全然いいっすよ。アクタンゼ、はい、と、ありがとうございます。答えいただきます。はい、よろしく。ボックス公開？ボックスはいつも公開してますよ。俺のゴミ箱でしょ？いや、今回も俺あんまり引きたくないんだけど、まあ、2周年じゃん。ヒカキンレベルになったら、いや、それはありえないですから、あのエア仕事はやめないっすよ。ない、あんなところまで行けるわけないっすから絶対に。 PSO なくコースは やりますよ。あ、苦しい。この動画も上がりますからね皆さん。この動画も YouTube に上がりますから、常にあの上げられるものは全て四つ目の方に上げますんで。アイルか後半 F で、いやー2周年だから引こうよ。俺もう2周年だから引くの。あと読みがいるし、一応イベントごとには参加しとこうっていう感じなんで。今回ちょっと外れやすい。いや、今回逆に外れといてもいいかもしんない。俺もうずっと金しか出てないから。ゲーム動画では勝てそう。何日連続放送？何日連続？そんな連続じゃないよね、俺ね。後半にゴッドフェスありそう。ゴルモさんですか？いらっしゃい。ありがとうございます。初見さんもいらっしゃい。ありがとうございます。オリオンさん、ありがとうございます。答えいただきます。ありがとうございます。よろしく。じゃ、ね、アキタンがどんどん有名になっちゃう。なりませんか？大丈夫ですよ。俺が有名になるわけないだろう、もうみんな。まあでもそうやってね、遅れるのが皆さんですよ。皆さん、早いもん勝ちですから、何でも。何でも早いもん勝ちですからね。今のうち囲っときましょう。よろしくお願いします。実は社員じゃないよね。何々。後半で引こうと思ってます。じゃあちょっとね、あの上のね、あの、こちらのコミュニティに入ると、あの、毎月ね、アキタンが見れるという特典がありますから、あのぜひ入りましょう皆さん。
ぜひ入りましょう、初見さんの方。あ、岩田さんありがとうございます。ヒカキンさん親戚違いますよ。はい、こちらでいきます。ランク低くても大丈夫なの？え、何？ランクなんか全然関係ないけど。だってうちのフレンド見てよ。一番低いランクの方？一番低いランクの方で今何でしょうかね。51ですから。51ですからね。俺ランクとかでは選んでないですからね。うん、特にね。延長してますよ、これ。超激レアありますから。今日は大丈夫だよ。超激レアあるからね。こいつがあるからね。もう大丈夫だから。うちには。どうやってコミ入ればいいんですか？あの、お気に入り登録ですね。上にありますから。性別で選んでる？いや、選んでませんよ。じゃあ、ちょっとね。ああ、もう、ありがとうございます。早いですね、皆さん。あ、これ、新しい、これ新キャラじゃない。いや、こうやっていろいろ見れるからいいです。ありがとうございます。コミュニティ参加ありがとうございます。別の放送でランク898ってのはすごいな。いい、ありがとうございます。コミュニティ参加ありがとう。キラリン。今日はキルも吹きてないです。もう風呂上がって速攻でやってるんで結構あったかいね、うん、これ新しいのでしょ。これこれ千代目ちゃんっていうのかな。今何してんの？今あのとりあえずフレンドとかを見てます。闇メタリーダーだった。随分変わった。元がわからないな。誠です、いらっしゃい。暖房はね、下にあの毛布みたいなのはありますね。エアコンは基本つけてないっすね。コテついてます。相馬さん、コテはついてますよ。大丈夫ですよ。塩メタン。随分可愛くなったって言いますけど、元がわからないっすね。ゴッドフェス回します、今日は。ポールさん、よし。ありがとうございます。コミュニティ参加ありがとう。ありがとうございます。コミュニティ参加ありがとう。キラリンです。ありがとうございます。あ、オリオさん、これですね。まあ、確実に入れるわけではないですけどね。まあ、一応とりあえず。あと一人入れましょう、こんな中から。一度再起動かけますか。一度再起かけますか。ちょっと一度再起かけますね。左手から頭が生えてる。何、左手から頭が生えてるって。お気に入り登録した？お気に入りね。あの、上にありますから。それか、俺のコミュニティから、ね、コミュニティに入っていただければ。大丈夫ですよ、皆さん。一人暮らしですから違います。初音ミクちゃんと住んでおります。あと3時間後に回します。いや、3時間はちょっと経たないと思う。3時間後は終わってるから。アルテミス当たった？いや、ゴッドフェス全力で回します。なぜ37ですね。おー、いますね。お、368とか。そう、なかなか高い方いますね。あ、いますよ、これ、アルテミス。アルテミスいますね。しかも進化してないですね、これね。まだね。頑張ってください。若く見える？石全部使う？使うわけないでしょ。俺の全力は何回か皆さん分かってますか？俺の全力は。セレスいますよ。セレスいたよ。ほら。一人いましたよ。究極セレス使ってる人いましたね。みんな何回か分かるだろう。俺の全力は何回か。アキタンの後継者もう絶対に入れませんね、こういう人はね。後継者は絶対に入れません。まあとりあえず後で選別して一人ぐらい入れますね。この前、アキタン切ったでしょ。いやね、いろいろ切る原因があったから切ったんですよ。俺普通切らないから。ログインしてないか、なんか名前がおかしい、なんとか税とかついてる。別な生主のなんとか税っていうのがついてるから、とかね、そういうそうです。53、1。もう分かっとるでしょ、みんな。じゃ、とりあえず男女行きますか。じゃあ何行くかな。ポリンちゃん行くか、とりあえずな。今までのゴッドフェスの実績かなりいいと思いますよ。俺もまだ金しか出てないからね。金3回連続ぐらい出まくってっから。もう次絶対金来ないような感じがするから、今ここで回すから逆に。飽きたんでつけとか間違いない。いやでも、たまに変えるでしょ。俺それを確認してから入れるから。
いや当たりばっかりでちょっと今回ダメだと思う多分当たりばっかりで俺はもうそう思うけど、そこで来るんだな、ガンホーの社員が見てるから。いやアテナは無理だから、これはちょっと、これは俺行かない、正直言って。8回中6金だった。今まで何出たのかは大体見れば、パーティー見れば分かりますね。でちょっとポリンの塔行きますわ、とりあえずね。とりあえずポリンの塔も書きたいんで、タイトルのところに。アースガルが待ってる。ちょっとアテナはね、超地獄はちょっと舐めるとまずいな。ちょっと全然いける気がしねえな。うん、何が出るか分かりませんけど、まあ金が出んじゃないのかな、これは。ごめんな、飯まずで。読みが出ないとしても。じゃあちょっとね、あのね、ポリン行くのは、あの、俺の水バルタンの、水バルタンの、お、これランク上がる、もしかして。1万5千はもらえないんだよな、確かな。1万ちょっとしかもらえなかったような気がした。無課金の方はサタンパ？いや、俺はダメなんですよ。ミクパっていうルールみたいなのがあるんで。え、キリン引いたって、俺どうせあれだもん。サブだもん。だから俺はあの闇が欲しいんだって、今闇と光があるヨミちゃんが欲しいんだって。上級魔装がいい。ガチ勢いるやん何ガチ勢いるって。え、ガチ勢いますよ。706っていうのがいますから。いや、あの鍋ちゃん今ここに表示されてませんけど、昇級より上級の方がいい。昇級より上級の方が、あの、でも上級来ない、さっき言ったんですけど、なんかあの、青いやつあんま出てこないんだよね。キリンリーダーの方が強い。いや、強いか弱いかじゃないんですよ。やっぱ愛で勝てるか勝てないか。うん。光読みはリット。リットはあれで友情ガチャで手に入れっから。友情ガチャ、トライフルーツとかも手に入れたから、友情ガチャでもしかしてまた来るから。レア素材。その時にまた手に入れる。ツインリットはもう終わり落とすから。友情ガチャで。いや、キリン出てない、キリン出てないから。全然そう、全然落ちないんだよ、これ。でさ、この何？アンケートダンジョン？これアンケートダンジョンの方は、何が嫌だって、チェイサー落としても進化させないと、ハクに食わせられないというのがあって、めんどくせえんだよ。パズドラやめるわけないだろう。闇読みの方が可愛くね。いやでも闇光じゃないと意味ないから、ミクパで使えない。出たらの話、スコア B ですね。いや、バルスキルレベル全然上がってないよ、最近手に入れたばっかだから。闇か光、闇か木のどっちかじゃないとダメだから。ゴッドフェス引いてないですよ。まだ引いてないです。これからです。俺の方がスコア高いんだけど。何言ってんの。ロイヤレア度が低いからでしょ。アジアさんの方がレア度が低いから、スコアが高いんですよ。レア度ね。レア度。パーティーのレベル？パーティーのレベルは、いや、普通にやってれば上がりますよ、このゲーム。ちょっとポリン行くわ、やっぱ。ポリン長級行く。もう、ランクも上がるし、ここ行く。超地獄しかない。そう、降臨難しいな。うん、そう、厳しいよ。厳しいよ。降臨で超地獄しかないやつ。木で固めないと意味ないんじゃん。それはミクパを極めてない。あの、やっぱり相手の弱点属性のやつを二人くらい連れてかないと、ボスがね、倒しきれないんですよ。俺、それに気がつきまして、あの、幅広くそのキャラクターを持ってないと、倒せないの。全員木とかで固めていっても倒せないんだ。やっぱ2倍になるキャラがいないと。あ、来た、バステト。バステト今回いないっすね。対象じゃないっす。副属性関係なくない？いや、副属性関係ありますよ。ミクのリーダースキルいきますよ、副属性で。じゃあ、いつものバステトちゃんを連れていきますかね。あれ、いねえな。いねえな、297バステとか。スプレッドキャッツ。スプレッドキャッツだし、やっぱり。なんつっても。
あ、いました、いました。ありがとうございます。じゃあこれうちのメインパーティーね。うちのメインパーティーで行きたいと思いますからね。ゴッドエースはまだ引いてないです。なんでミクと、離婚してエキドラと結婚してないの？エキドラちゃん可愛いですよ。メイメイ引いたらサブに入れる。いやね、もうほぼほぼね、パーティーがね、確立されてるんですよ。ただ、チェンジザワールド枠でそこに読みを入れたいっていうのもあるんだよね、少しね。タイニーちゃん、あの、覚醒がもしかしたらエココラボでつくと思うから、ちょっと強くはなると思うんだけど、まだね、まだまだちょっとね、弱いですね。タイニーは、覚醒はね、あのね、ドロップ時間延長っていうのがついてほしい。あの、持つ時間延長。あれが欲しいですね。ミクパっていうのはこのアルテミスを主体としたあのパーティーです。これミクパっていうの。俺が39分に引いたあのミクちゃんですから。時間延長。いや、時間延長が俺つくと思いますよ、多分。読みにもついてるんでしょ、時間延長。はい、マリオさんいらっしゃい。じゃあ、行きたいと思います。ポリンの塔、ポリンと超級、アキターンチャレンジ。一応これも言っときます。四つ日にあげるんでね。ドン。はい、ケイサル一緒に。体勢と時間延長ワンチャン。村井のブリパに対抗してですか？いや、村井さんの方がむしろ、後から始めてるから。正直言って。あ、それに関しては、俺の方が先にミクパって言ってるから。うん。それか、後からブリパって言い始まって、村井さんの方が有名だから有名だけど、俺ももともとミクパだったから、まあ、村井さんのミクパ、あ、村井さんのブリパ、アキタンの、まあ、ミクパみたいなもんですね、要はね。俺はもう元から言ってたからね。その、キャラクターの名前で言ってたから。もともと。まあ、ぜひね、このミクパを見てってくださいよ。村井は今バランスパ。あ、ココアちゃんいらっしゃい。今日もかわいいよ。パズル力の差が。ハゲテーラー。ありがとうございます。そういうコメント待ってますか。いや、そう、ミク引いた。いや、俺もう元々ミクを引くまではハマってなかったから、パズルなんか一つも。うん。全然ハマってなかったから、パズドラ自体に。ミク引いてからで、ね、やり始まったの、俺がガチで。だってリーダースキルとかなんぞやそれっていうレベルだったからね、悪いけど。よくわかんなくて、はじめは全然。はい、ワクワクさん。ワクさん。いらっしゃい。そこから俺やったから、ちなみに。他の放送でハゲテラとか米打ったら普通 NG 気。まあ確かにそうですね。いやー、だいたい顔出ししてないから、そもそもそういうコメントも打てない。やっぱ顔出ししてる方がね、友達感あるじゃん、やっぱり。俺それがあるんですよ、やっぱ。そう、フレイがリーダーでしたよ。このパーティーいいですね。アチョケンラビさん、ありがとうございます。いや、これでもね、ヘラとかクリアしてますか、なんとかね。はい、固定いただきまして、よろしくお願いします。よろしく。ヨッピーさんいらっしゃい。他の放送だ、速攻 NG。いや、親近感湧くでしょ、こっちの方が絶対に。いや、文句もう言えるしさ、うちの放送だったら。他結構厳しいんだもん、なんか文句とか言ったらダメみたいなさ。濃厚ですよ、もちろん。もちろん濃厚だよ。コンティニューなんかには石使ったことないですよ、一度も。もちろん無課金なんで、石も使えないですからね。地獄ですよ。ヘラとイース。あ、そうだ、ヘライースね。ヘラは俺まだ行ってないんだ。ヘラは一回やられてから行ってないんだな、あれから。そういえば。そう、ヘライースね。ヘライースとヘラウルズだね。そう、ヘラウルズ。ヘラはまだ行ってない。いや、出てこねえな、水のやつ。フェス引いてないですよ、まだ。うちの放送でこんな早く引くわけないでしょ。
腰つべで上げる際ちょっとね尺余りすぎちゃう。いやヘライス育てないっすね。育ててるちょっとまだ暇がないっすね。余裕がない無課金には。無課金にはね1個のパーティーを育てるのがもう限界ですよ。ヘラが一番楽なのに。いやコストの問題じゃない、無課金の問題無理イース育てないとかかっこよすぎる。これミクパっていうパーティーだからね。すべてこの段、このほぼこれに近いようなパーティーでやってるから。あ、ゴエモンだってなんとか勝てたしね。ちなみに1回目はダメだったけど、全員木で行ったら完全にやられたけどゴミ箱拡張してますよ。ゴミ箱ね、拡張してるんだけど、さすがにね、ちょっと整理もしたいんですよね、俺の中のゴミ箱今。課金してんだろ、してないなら証明しろ。いや、してないですから。ヘラクレス、何ヘラクレスってなんだ。課金者じゃないですよ。無課金究極攻略ってタイトルに書いてある通りね、無課金でやってますから。ガチ無課金のね、でやってますんで、ぜひね、無課金の方が参考にしてください。無課金なのにフレンド枠が300も。そうですよ。全部それに回したから。だってゴッドフェスを俺回してないもん、ほとんどさ。課金無課金どっちでもいいだろう。ガチャしないもん俺全然。フレンド枠、いやこのフレンドがいるからこそ俺はクリアできてるんだから、俺のやり方は間違ってないんだよ。無課金の方法としては間違えてないの。この強力なフレンドがいるおかげでクリアしてるから、俺のやり方は無課金の方法としては何にも間違えてない、うん、購入履歴見せない、見せないよ購入履歴別に。でも無課金なのはみんな分かったことですから。パープルチェイサー落ちた。実はこっそり課金してませんよ。だってこっそり課金するんだったら課金しましたっていう言うもん課金したよって。だって言わない理由がないじゃん、課金した。落ちなかったらおかしい、パープルチェイサーなら見せれるよな。でも見せませんこれどういうだか気が多い。まこと飽きたフレンドに魔法石できるだけフレンド、そうですよ。賢いでしょこれ。パズドラ面白いよ。はじめ俺はねこれクソゲーかなと思ってたんだ、ずっと手出さなかったんだけど、すげえ面白いよ。久しぶりだと思いますよ俺がこんなにゲームやってんのヒカキンヒカキン、ヒカキンですよ、もちろん課金してないですから。一番の理由は放送してるからだな。普通はそんな高いランクの人とフレンドになれない。でも放送してるでしょ、それが俺の無課金の手だから。これも間違えてない、これも間違えてないから。だからね皆さんね、どうしても強いフレンドが欲しいと思う方は生主になるといいですよ。あ、玉木先生、コミ大きな、アクティビティですよ。うちは過疎ですからね。でもいいんです、別に。無料で延長でいきますんで。あ、ケルセルして。みんな分かってないから見せてって言ってるんじゃないですかね。でも無課金ですから。金曜ロードショーの枠潰れた。生主特権ですよ。そうですよ。俺はもうね、無課金をするべくして頑張ってるんですよ。だから。無課金で行くためにはどうすればいいかっていうのはね。あ、ユーザーには課金してますよ。リスナーには課金するけど、リスナーには課金したり、グッズは買ったりしますけど、あくまでゲーム内では課金してないですから。いや、課金したいと思いますよ。それは思いますね。
あ、デスノートの続編楽しみですね。オロチで始めてもいいんですか。いや、やめた方がいいですね。やめた方がいいです。リセマラするんだったら、それなりに強力なキャラクターで始めスタートすると、あとがかなり楽ですね。今日ここで今後課金するかしないか教えて。いや、しない予定です。アキタンカフェやろう。朝にまったりしてるアキタン好き。最終目的って何ですか？いや、一応このミクパで、まあ、降臨制覇ですね。まずお前の課金してないの証明しろよ。いや、してませんから。リセマラやりましたよ。やったけど、途中でめんどくさくなっちゃってフレイで始めたんですよ。どうせやんねえなと思って。最初よくわからんままスタミナ回復に全部魔法石使った。履歴見せろ、履歴見せろよ。反応するのもうざい。リセマラしてフレイ。いや、だって俺わかんなかったから、もうやらない、二度とやらないと思って、俺のあの頃の放送見たことある人はわかると思いますけど、ずーっとやってなかったんですよ、パズドラ放送なんか。やっぱ土曜はガキが多いな。なんか取材受けてるみたい。課金履歴見せていただけませんか。いや、とりあえず見せないですよ、課金履歴は。ずーっとやってなかったの。で、フレイでいいやと思って、もうやめたの、めんどくさいから。で、たまたまゴッドフェスで石も余ってたから、その時全部使っちゃったんですよ、ゴッドフェス。秋生24時の時に。全部の石をすべてつぎ込んだんですよ。俺が持ってるやつ。で、そしたらミクちゃんが出てきて、お、これいいんじゃないのってこのアルテミスが出てきたことによってね。で、そこから夢中になってやり始めたっていうわけです。ずっとつまんねえ、つまんねえ、そうですね。うん。履歴言ってると相手赤くなる。ミク引いてから神ゲーになったよ。これ分かってきてから超面白くなったもん、これ。このゲームの奥の深さ。見せたらうっせえやつに黙ると思う。もうこの足で俺課金してるから焦ってんじゃないのか。いや、してないから別に焦る必要もないですよ。全然。あ、ここに500円の、あ、1500円分の Google プレイカードありますけど、これはクレイジータクシーとか有料ソフト買うために使ってます。ちなみに。水割りいいでしょう。課金したかしないかどうでもいい。このポリ終わったら回すの、いやー、わかりません。うちは回すの遅いですから。うちはそのガチャで釣るみたいなことはやらないですから、ね、うちはね、もともとボックス見てればわかるでしょ。これ購入履歴見せたら証明になる。見せないことで米稼いでる。いや、そういうわけじゃないですけど、秘密もいいじゃないですかね。プレイ送らせてもらいました。いえいえ、水バルフェス限定、これはちょっとなかなかね、当たりだと思いますね。あれ、気にしてたら飽きたん金持ちだし、もっと強い。あとでボックス、見ますか。モンスターに魔法石、嘘、使わないんですよ、俺。ほどほどもうね、なかなかいいパーティーが揃ってしまったんで、わざわざ石に使う必要ない。石っていうか、そのパーティーに使う必要性がずっとなかったんで。X ビデオが来ました、初見。あ、いらっしゃい。仕事してますよ。タイに使ってる時点で。そうだろ？いや、だって俺の性格だったらみんなわかると思うけど、俺出るまでやるから。年収1億、そんなわけねえだろ。茨城も雪はね、あ、今回のは降ってないっすね。今回のはほとんど降ってないっす。課金してるかどうかなんてパズル力見てわかる。パズル力と関係ないでしょ、課金は。何日パズルは ?183 日だったかな、ちょっとログイン情報が。パズドラおじさんですよ。全然出てこない。黄色いのばっか。いんね、これ。一番くじとか、ああいうグッズには金使ってますよ。こういうグッズにはね。ゴッドフェスは読みですね、読み。いや、今回は2周年ってことで引くんであって、そんなに欲しいキャラはびっくりすることないですね。中杯カロリーですね。ゴッドフェスするじゃないですよ。今回ゴッドフェスは回しますよ。2周年ということで、まあ、イベントごとなんで。カロリー美味しくなった。課金疑ってる子が自演米稼ぎと思ってしまう。
歌手？何の歌手ですか？何回ぐらい回すの？全力1回ですよ。これからですね。チューハイはほろ酔いが好き。俺はね、氷結ですね。これはたまたま安く買えたんで、これを買ってるだけで。はい、トールさん一緒にゆるドアを開けてください。はい、こちらでいきます。パズドラの画集はいらないな、さすがに。さすがにいらんわ。あ、でも CD とか買いましたよ、俺。CD。高音質で、パズドラの音を聞きたいがために CD 買いました。あ、シューさんいらっしゃい。ハイパー。うざいやつ多いからコミュ限定？いや、大丈夫ですよ。心の主隠れて課金したことがバレそうになって焦ってんの。全然俺焦ってないですけど。だって課金してないし。焦る必要性がないから課金してないからさ。どこどう焦るんだが。大人黙って NG 案って。まこついらっしゃい。ありがとうございます。無課金究極攻略として、ね、YouTube にも上げてますんで、ぜひよろしくお願いします。究極アンケート、実は、俺、投稿してないっすね。白に来てほしい、白。それは募集していいですよ。実は米入ってちょくちょく見てました。ありがとうございます。無課金究極攻略 MKK ですからね。無課金究極攻略の MKK ですから。いや、このダンジョン全然余裕ですよ。全然余裕ですよとか言って、めっちゃなんか食らいまくってるけど、まあ、気にしないで。いや、ここは余裕だよ。白一発で引けた。いや、俺白はいらんからね、白はもうあるから。あ、もうボスまで行っちゃったよ、これ。ボスまで行っちゃったよ、もう。キーソニア当たるといい。キーソニア。キーソニアか。ちょっと俺は白より、イオミの方が欲しいんだよな。購入履歴見せなくてもいいから、見せたくない理由、見せたくない理由、別に見せなくてもいいからかなと思って。スプレッドキャッツとか意味ないけどいいか。ミクパしか使わないですね、とりあえず。じゃあ皆さん準備はいいですか？よろしくね。俺の愛すべき友バステットちゃんのスプレッドキャットだ。にゃん。今日いいの出してね。にゃんにゃんにゃん。今日はこれで金確定ですね。見せる必要性ないよ、無課金だから。別に口で言えばいいじゃん。何臭いとか言ってんの。からの、こっちから行くか。チェンジザワールドで片付ければ半分ぐらい減らすか。俺の嫁、ミクちゃんのダブル攻撃耐性キー、いっちゃって。ドナも言っとこう。俺の女、ドナちゃん、威嚇しちゃって、よろしく。リンチャンパないっすよ。じゃあいきます。あ、ちょっと何も見てない。タイニーちゃん、今度覚醒頼むぜ。エココラボ時にね、時間延長頼むぜ。チェンジザワールド発動。はい、トン。あ、もう落ち込んしねえし。初見です。あー、ルーちゃんいらっしゃい。これ半分は削れますからね。フレ募集いいっすよ。ルーちゃんありがとね。女の子かな。ありがとうございます。答えいただきます。よろしく。ほら、緊張してないときはうまいんですよ。わかる？俺のこの緊張感がないときは結構うまくいくんですよ。緊張してないときはねえ、緊張してないとうまくいくんだけど。ルー男って可能性あるから、ちゃんつけるの待った方がいい。いや、いいでしょ、男でも。
ランクは今162だったかな。あ、俺はこれはいらないっすよ。こいつはいらないよ、持ってるから俺も。あ、女ですよ。あ、ありがとうルーちゃん、今日も可愛いよ。あ、もそもそやりしちゃい。いや、これは俺いらないから。俺、あの、水のやつだから欲しいの。まだゴッドフェイス弾いてないですからね、ちなみに。こちら YouTube には上がりますね。何度も見ますけどね。ワコです、いらっしゃい。あ、なんか、立ち見が出てますね。ありがとうございます、ね。土曜のコメントなんやね、何過去の、あ、そう、ガチャ履歴載せればよかったな。もう忘れちゃった、ガチャ履歴。あ、でも俺大してま、あのね、秋生24時にやったガチャがわからない。他は覚えてる。金しか出てないから。どういうことだ、ガキ多い。いやー、秋生24時に引いたのだけが覚えてないんだよな。他は、全部金しか出てないから、あれから、ほとんど引いてないし。だから、だいたいわかってるんだけど。秋生24時の時に何が出たかが覚えてないんだよな、全部正確に。初見なんですの、あ、いらっしゃい。いや、これも使っとくか。水バルタンの攻撃耐性水。髪をかけ分けてチュッてしちゃうから金ちょうだいね、今日ホットフェスでよろしく。友情ガチャの運はね、そこそこ。うん。いや、秋生24時の時は、確かね、エンシェントドラゴンナイト、あの、ドラゴンナイトのやつ出てきたような気がしたの、確か。で、ミミクと、あんまりいいの、あ、ガブもその時だな、確か。うん。18金の FC2 の話。フレボシはそうですよ、フレボシはいいですよ。アースガルスタンバイ、ちょっとやめてよ。ちょっとマジでこれ、今日はね、欲しいんだけど、いいの。E3 レーカー、あ、バクサーいるし。一応、鉄壁の構えも使っとく。俺の必殺技、鉄壁の構え、発動。シャキーン。エンシェント今暇してますね。あんまり使ってない。今、あの、水バルを手に入れちゃった今、あんまりちょっと登場しないっすね。結婚できない理由はこれです。いけ！あ、しかドロップした。ありがとうございます。いや、村井さんの真似してますよ。村井さんの真似してます。これに関しては。いや、村井さん俺好きなんですよ、結構。いや、俺最近斜め入れますよ。ミクって回復力、いや、回復力っていうかヒットポイントが2倍になるんで、その辺はバステトでカバーして、だからここがバステトなんですよ。ミクは回復力が不足するから、ここでバステトとか入れて回復力を補うという作戦出てるんですよ。水バルもそうですね。俺も好き、マミルトン。マミルトンは俺あんま好きじゃないですね。俺マックス前好きなんですよ、結構。まあ昔で言うと高橋名人みたいな感じなんですよ、マックス村井さんって。昔で言う、あの、おっさん世代だったら、高橋名人。それが今はパズドラ界だったら、まあマックス村井さんみたいな感じなんですよ。確実に。おっさんだけど人気あるみたいな。あっとこでスタミナ100。もうスタミナ100も近いな。わかるでしょ？いや、俺も高橋名人ファンだったし。うん。あの、バーチャとかの鉄人とかと、あの、スト2とかの梅原とは、梅原さんとはちょっと違うんですよ。ちょっと違うの、それとは。すんげえいっぱい手に入れた。16連打とか、まあ、知らないと思いますけど。あ、でも高橋名人は今、あの、普通に出てたりもするから、結構知ってる人はいるんじゃないかな。
コメントで ID 貼って、いやいいですよ、 ID 貼ってもいいよ、 ID 貼ってもいいですよ、うちはボイも入れてないから ID は別に貼ってもいいですよ、あの俺が許可してますから。スプリングマンを彼女にしたいの、いや別に彼女にしたいくはないですけど個人で可愛いですよ。いやファミコン連打の人ですよ、16連打、ね、高橋名人、俺サイン持ってますから。どれに食わすかな、同じ色じゃないからさ、誰に食わそうかなと思って、めんどくさいねんね。とりあえずこれをレベル90まで上げたいんだよ、とりあえずな。iPad、これね、D タブなんですよね、ドコモの。全然やりづらくないですよ。今気づいた、立ち見になってんじゃん。村井の ID 知ってる？知らないよ、別に。これもさ、将来的にさ、回復ドロップを光っていうのはどういうキャラクターいんのこれ。将来的に使うときある？薄い顔の方が好きそう。そう、村井さんだけ公認打てるんですよ。バル？バル？バルキリー？普通のバル、女神？女神ですか？あ、これね、取っとこう、取っとこう。これは使わない方がいい。女神は後で手に入れるから。これ取っときましょう、取っときましょう。これもったいないもったいない。女神はあの後で手に入れるから。あんまり合成すんのがねえな。別なのにするか。経験値多いんだけど、取っとく取っとく。やられたあの相手。ちくしょう。女神降臨の様子は YouTube をご覧ください。残ってますんで。あれなかなか惜しかったような気がするんだよな。あれ何間違えた。あ、16ありがとうございます。水バルキャンね。女神はね、道中は楽々なんだけどね、その最後のボスまで行ったところがね、もう激強なんですよ。じゃあこれ1個でスキルアップ狙ってみるか。これ1個でスキルアップ、最近ちょっとな、これもちょっと減らすか、なんかボックスがきついからな、ボックスが圧迫されて。アテナは行ってないですね。ボックス数570とフレンド枠300は課金確定だろう。課金確定じゃないのはボックス見れば分かるし、俺ガチャを回さないから石なんか毎回毎回もらえるじゃん、ちょこ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 。真央ちゃんが可愛く見えたらパズルハマってしょ。そうですよ、これからですよ。じゃあこれでスキルアップ狙っていきたいと思います。引いてないですよまだ。じゃあ合成します。スキルアップ、よろいけ。テテレテレーン。お、来るか来るか、この後だよ。テレテテーン、テレテテーンだっけ。あ、それ覚醒の音だっけなんだっけ。一緒に弾くとね、結構いいの来たりするんですよ。じゃあいきますよ、来い。ん？ん？だよこれ。ちょっと前に比べてスキルアップしなくなったような気がするんだけど、ほんと2倍かこれ。ちくしょう。紫色がすげえ余ってっからさ、こう使いもしない白をどん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 強くしてるんだけどさ、俺紫超余ってんだよな。同じキャラがね重複してるんですよ。これもちょっとこれ少し食わせよう、邪魔だから。ここで飯もされてもレアガチャじゃないとな。Wi-Fi ないから飽きたん動画見れない。俺の動画は Wi-Fi ない時見ない方がいいですよ。購入履歴さらそう。いや、さらしませんけど、無課金ですから。ありがとうございます。コミュニティ参加ありがとう。ヒラリンです。ありがとうございます。これからもよろしく。公式に今後出るかもしれない飽きたんをよろしくお願いします。
黙らすためにいいですよ別に。金の卵出てもライダーかもしれない。キティコラボの時、いやちなみに言うけどね、今日こいつを進化させるかどうかを悩んでるところなんですよ実は。これもう進化できるんですよ、うち。これ別な時にやろうかなと思ったんだけど、どうしようかなと思って、あのね、今日あんまりにも盛りだくさんしすぎると四つ目に上げた時にちょっともったいないかなと思って、メガネこれ一発だからね、一発。はい、コミさんありがとう、キラリンです。いや、四つ目の関係があるんで、次に回そうかなと思って、どうの道使わないし。もったいないとか、ここのリスナーやばれ。いや、今日は、じゃあ、まあ、祭りにすっか。ゴッドフェス引いて、もうキティも進化させるか。いや、これね、皆さん、これ、スキルを使用したターン攻撃力が4倍になるというね、パズルが苦手な俺にもしかしたらいけるんじゃないかというね、リーダースキルなんですよ、これ。まだ回してないですね。ヘラウルズは濃厚しましたよ。事故物件に住んでる、それは、力屋さんです。もうスキルを使ったイコール4倍だからもう。キティパっていうのができるから、キティパ。うちのキティパね。まあ、ミクパで出番がないですけど、光弱いんですね。いや、リキアさんですよ、事故物件。事故物件じゃなかったんだよ、あれ。スキルまで2ターン。1ターンとベビーマッチ3ですからね。これどうやって手に入れたの？いや、これどうやってって、これガチャ回して一発で手に入れただけですよ。ここ秋田の部屋なの？秋田の部屋ですよ、もちろん。キティ使いにくそう。ウルズ、動画あります。YouTube 上がってます。はい、神様さん答えていただきます。最近のやつは全部上げてますんで。よし。いや、全力2回回そうと思ったんだけど、こいつ出たからやめたの。これは動画に上がってます。これは動画に上がって、ここから動画に上がってますから。ちなみに。ガチャ運がいいですね。超群馬県スキルマいった。制限で使う？制限で使うっつったってこれもう進化させたら制限使えないよ、もう5星だし。コスト10だし、もう進化したらもう無理ですよ。キティ取ったところ動画上がってますよ、これ。これは動画上がってます。今回も動画上げますから。昔は四つ目にあげるっていうちょっと知識がなかったもんで、四つ目にはちょっとあげてなかったんですけど、途中からね、無課金究極攻略が始まってからは、あげてますんで。いや、金儲けしないですよ。ゲーム動画だと金儲けできないんで、金儲けに使ってないどころか、むしろ俺は Google さんにお金を払ってますから。鳥みたいなやつ。これ、なんかこういうのもよくわかんないけど、一度取っといてんだけどさ、これさ。使うかもしれないから、まあ、確かに進化させないでこのまま取っといて制限ダンジョン行くっていうのも手なんだよね。リリスリリスはね、少しだけ上がってますよ。少しだけ上がってます。どのパーティー？ミクパですよ。もちろんミクパですよ。村井さんの服にプリントされてるやつも、いや、もちろんアルテミスリーダー以外ではもう行かないですから、ほぼよほどの制限ダンジョンとか絶対的にいけないやつ以外はもう、あのミクリーダー以外はいかないですから、それでうまく考えながら行ってますね。もうボックス整理で構成した。ゴッドフェス引きますよ今日は、もちろん。こうなんか同じキャラを俺取っときたいタイプなんですよ。俺あのね、基本的にお店行った時も2個買っちゃうタイプなんですよ、同じやつを。なんかもったいないなと思って、とりあえずね、6体いるんだよ、ここに。
いや、何々読みです、読みです。ミクパ強くないよ。正直言ってミクパはおすすめできない。あれはおすすめできないよ。ミクパはおすすめできませんね。あれは遠回り。だからやめた方がいい。秋田の究極攻略が、いや、ダメだ。無課金究極攻略だから。ガチャ引いてないです。あー、バンクスさん、おかえり。お疲れさん、今日も可愛いよ。キラン。現実物捨てられませんよ。はい、いっぱいあります。腰痛で見てみたら広告本当になかった。いや、広告は俺入れてないっすよ。だって広告ダメだって書いてあるぞ。入れようと思ったんだよ。広告を入れようと思ったの、俺も。入れようと思ったんだけど、ダメだって書いてあったから、あー、じゃあダメならいいやと。入れませんってことにした。これとかも俺いっぱいいるんだよね、これ。課金したらやばそう。もう眠たいから、あー、もう寝たいから。寝たい方は YouTube で後から見てください。広告入れても稼げないだろ。皆さん、何言っちゃってんの？動画を1000個上げてみなさい。で、全部1回ずつ再生がもしあったとして、それで1000回ですか？ 1 日再生ね。バイトはコットレス頼む。カメラ乾かしてきます。また笑ってくるにゃー、にゃー、るーちゃん。腰痛で動画見せてみる。じゃあ、引いちゃうか。今もう何分だった？ 1 時間か。そう、引くか。あ、まず友情ガチャから行きましょう。とりあえず友情、景気づけの友情ガチャから行こうぜ。いつもの流れだから。ヒカキンさんはすごいですよ、あの方は。仕事辞めて動画制に専念してるって言ってたから。じゃ、行きます。はい、コミュニティ参加ありがとう。キラリンです。よろしく。すごい稼いでる。いや、俺ここが入れませんよ。ダメだって言われたから。ダメだって書いてあったから。俺は記録を残してるだけなんですよ、腰痛の方に。記録を残して、向こうからも引っ張ってくるっていうだけなんで、ダメだったら入れないです、広告の方は。じゃあ行きます。とりあえず友情ガチャから行きます。2月20日は8時からはミラーしますけど、昼間はもちろん仕事なんで無理ですよ。ヒカキンさんすごいよ、あの動画の再生数からしたら。だってあれ 10% 還元されるんだからね。約 10% 還元されますから。でも広告は売ってないですから、ヒカキンさん。売ってるやつだけをもしかして考えたり、なんか別な方法でお金をもらってる可能性があるんで、相当稼いでると思います。ツイッターフォロワー多い。あ、ツイッターもよろしくね、みんなね。今のうちだぜ。皆さんね、このおしゃれなコミュニティに皆さん入りましょう。よろしくお願いします。こちら早い者勝ちです。じゃあ行こう。じゃあ一回行きます。そう、ステマでもらってんだと思うんだ。俺はそうだと思う。ステマで広告費をもらってんだと思う。広告を売ってないから、ヒカキンさんは。じゃあ行きます。パパは、パパいますよ、ここ。ちょっとパパちょっとパパ出すか。パパちょっと埋もれてんだよな、ここ。パパ出しますか。ここにいますから、パパ。これパパね。あんた、ちょっとね。ここにいるのママだから。ここにいるのママだからな。はい、コミさんかありがとう。キラリンです。よろしく。こいつが今日はいいの出してくれるからな。ママパパでね、いいの出してくれるから。押したファンから生まれた。沖縄雪関係ないしって。いや、返事は出してますよ。俺、だいたいツイッターは返事できるときはもう常にやってます。あれ、ハロー YouTube って言ってんだ。何？あ、金の玉はまだ持ってこない。まだ持ってこない。ここでは運は使えません。まだここでは運は使わないから。これはもう試しだから。次で持ってくるから、あれ。うん。で、いきます。こう感度上げて、あ、女性には 100% 大体返信しますけど、男性は返信率は、まあ、50% ぐらいだと思っていただければ。 LINE の返信は、女性 100% 男性 20% ぐらいになります。はい、気になっちゃう。いや、行くぜ。じゃあとりあえず友情ガチャから行きます。大量金
ママさん、大料金よろしく。コロ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 、あ、プラスも来た。ちょん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 。ああ、なかなかいいんじゃないのこれ。なかなかいいんじゃないのこれ。これありでしょこれ。今日来てるなこれな。キモくねって、キモいって。だから言ったらいいよ。キモいって書いた方がいいからね。あなたキモいですよって書いた方がいいから。正直に。てか赤いのあんまいらねえんだよな。飯まず。これなかなか美味しいよ。プラスもあるし。じゃあ行きますか、ゴッドフェスの方ね。あ、ちょっともうこれですよ。拡張しますか、めんどくさいんで。ちょっとめんどくさい、拡張します。この流れに乗りますよ。よし。ガリガリだね、倒れないで。課金税迷いがね、課金税じゃないから。課金税じゃないから、全然。全部回さないよ、全力で一回だから。よし、じゃあ、小道具持ってくか、ちょっと小道具、ちょっと待っといて、回す押しとくから。初めて引くの、今回初めてですよ。今ボックスかなり多いですよ俺。じゃあ行きます、回す押します。よー来た。よーし、これも金閣、金閣だな。よし、あれ持ってくから。こうね、小道具をすぐに用意してないところがニコ生だからね。小道具を、超激レア持ってきたから。ここでもう決まってるらしい。そんなのは迷信だ。ビニール入れてる。てーんてれてて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 ーん、超激レア読み来るなこれ。悪いんですけど、悪いんですけど来ますよこれ。白メタ、はい、コミさんありがとう。キラリンです。しかもプラス付きだから。来るぞ。来るぞ。超激レア来るからな、これ。超激レア。見とけ、これ。こいつの腹からこれがコロンと落ちてくるから。コロンと。コロンと落ちてくるからな。もう、大好き。超激レア大好き。よし、完全に大丈夫だ。よし、裏置いとくから。とりあえず裏置いとくから。いや、ちょっとこれを抱えながら、抱えながらにしよう。抱えながら。ゴッドフェスはまたもう一回ぐらい来ると思います。ちょっとガサガサうるさいですけど、諦めてください。いきます。感度ちょっと上げといて。いきまーす。行くぜ。みんな同時に引きたい人同時に引いて。もう確定してん、してねえから。ここから変わるんだから。ガンホン社員さんよろしくね。行きます。超激レア頼むぜ。こっちにはいいお守りもあるんだからな。頼むぜ。ヨミちゃん登場よろしく。みんな同時に引く人、一緒に引こうぜ。じゃあいきます。ちょっと感度上げてからの、ほら金こい。あれ、だめ、失敗した。金こい、ほら、お、来た。マジ金しか出ない。ほんとだわ。
だっているじゃん、エキドナが。可愛くねえし、可愛くねえし。これげあのなんか限定ダンジョンとかに使える、あの制限ダンジョン。肉パンに枠ないし、水だし、当たりな方。やらせ。俺は使えるの？水じゃん、水いらんよ。スキル上げも来る？威圧。エキドナいたら使えない。これ究極来てんの？究極、究極来てる？来てる？水と何になるのこれ。水と何？水水？水水かよ。俺のミクパにいらないじゃん。水水しいの？どうしようかな。2周年だ。もう一回行っとくか。じゃ今日はね、限定2回。今日もう一回行く。今日もう一回行くわ。今日は2周年なんで2回やるわ。今日だけは2回やる。2周年だから。珍しいでしょ？今日だけは2周年。俺、ま、全力で、前回、キティで2回引こうと思って1回しか引いてないから、こっちに回すから。今回2回引くから。ま、キティで2回引こうと思って1回で済ませたから。じゃあ行きます。行くぞ。2回目行くぞ。珍しいでしょ？今回2周年だからだよ。普通絶対ないから。読み引くまで回すそれはないです。2周年だから、今回は大いなるイベントなんで。読みです、読み。あ、もう、これちょっと合成しましょう、何か。さすがにもうボックス拡張には使えない。このなんかお化けみたいな、お化けみたいなのいらないから。いや、これでいいよ。お化け、あ、お化けリリスなんだっけ？お化けリリスなんだっけ？危ない危ない、お化け入れなくてよかった。いや、メタドラ、あれで使いたいんですけど、本当は。俺、ペンギン牧場もやってるんで、ペンドラ牧場。お化けは、お化けリリスか。オロチはいいの？まあ、金だから当たりっちゃ当たりだけどな。じゃあ、もう一回行くぜ。今日だけ限定2回だからな。これ、かなりレアだから。社員見てるか一緒に引いた方がいいよ。社員見てるか。メタドラいつでも来るやん。そうなんだよ。メタドラいつでも来るんだよ。ちょっと間を置いてからにしよう。一瞬にしてすぐに引くと、外れが今、外れ玉、外れ玉、外れ玉が大量に並んでる状態だから。で、その外れを他の人にどんどん今引いてもらってるから、今引いてもらってるから、それがなくなって、また次に金が来るところまでちょっと待つから、少し。今、外れ玉ってのが大量に今、外れの卵が、並んでるところだから、それをちょっと、その辺のわけわからない、今、俺のリスナーじゃない人に、どんどん今割り振られてるから。あ、そう、再起動しよっか。再起動しよっか。再起、リセットしよう。よし、再起動。再起動だ。一応リセットだな。来るぞ、これは。もう、ダブキン来るかな、これ、ダブキン。ランク上がったら当てな。いや、まだ行かない。まだ行ったらダメだぞ。みんな回すな、リスナー。リスナー諸君回すなよ、まだ。まだ回すな。今回すと外れしか来ないぞ。UC 流さない。UC ってなんだ？いや、ダメだ。曲は流せないから。YouTube に上げるにあたり、流すことはできないから、曲は。ここでちょっとね、あれですよ。調整。お !406 っていう人がいますよ、これ。しかも、ヨミちゃん使ってる。406。この人取り込んどこうかな。
ヨミとライダー出た。家から出ようか。出るわけねえだろ。今のふわふわだとマジヨミ来た。曲はダメです。使えないです。曲は流さないから、うち。だから流さないからこそ、流さないからこそ YouTube に上げられます。ちょっとこの辺で少し合成させて、ガブちゃんに食わせるか、さっきの。少し合成させて、ちょっと乱数をずらして、乱数をちょっとずらしまして、またこう金が出るようにね。じゃあいきます。合成。大成功。来ませんね。イザナミ持ってる。イザナミ持ってますよ。じゃあ行くか。いや、これで今ちょっと乱数調整したから。今日だけ2回ね。今日だけ限定2回だから。ここからコミュ限になります。2回目からはコミュ限になりますので、ぜひコミュ参加よろしくお願いします。はい、2回目からはコミュ限になりますんで、よろしくお願いします。こちら、よろしくお願いします。はい、ご参加ください。皆さんね、良い日よろしくお願いします。嘘でーす。嘘ですよー。コミュ限にしません。このままやります。はい、このままいきます。このままいきます。帰るとこだった。このまま行くよ、このまま行くよ。最近コミュ限にしないんだもん。行くぜ。登録してくれ、頼むよ。コミュ集め当たり前だろ、そんなの。いきますよ。レアガチャ。ゴッドフェス開催中です。俺と一緒に弾くといいのでぞ。最悪。じゃあいきますよ。2回目いきますか。よっ。頼む。頼む。頼むぜ。降臨モンスター。降臨モンスターそんなに持ってないですね。とりあえずちょっと回す前に、ここにね、パパがいるんで、パパ。パパを、頼む頼む、ちょっとこれ、サワサワしてあげて、ちょっとマッサージしてあげて。立ち見行って、米見ないな。見ますよ、大丈夫ですよ。サワサワしてあげて。で、こっちょっと感度も上げまして。おい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 、来るぞこれ、来るぞこれ。完全に来たな今。完全に行くなこれ。頼むぜ。ヨミちゃんがそこにいるのは分かっている。ヨミちゃんが今そこに入ってるのは分かるぞ。じゃあ行きます。超激レアを持って、激レアをね、出現させたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと感度上げて。じゃあいきます。ヨミちゃん、よろしく。ほら、おった。お、まあ悪くないね。つか俺金ばっかしか出ないんだけど、これ完全に社員オツだわこれ。なんなんだこれ。金ばっか、なにこれ。これでも当たりでしょこれ。いやもう引きませんよ。金率が高すぎるぞこれ。いつの間に俺ガンホーに就職したんだろう俺。つかこれ見てるなこれ。ごめん。今回金出やすいって言ってたよ。
い道に困るな。これあのついてんのこれ、光か、光かつくのこれ、光か木か。いやもう引きませんよ。うひょ、レイラン結構巨乳で可愛いじゃん。いやーありがとうございますね、これね。究極は、究極は何、究極来るかも。火、木、光で同時攻撃するとき攻撃力が 3.5 倍。再生リストに入れよう。究極来ない、ハクと同じ分類か。火だけか。まあでも当たりでしょ。つうかこれ金しか出ないんだけど、何この金率、おかしいなこのゲーム。最初オロチですよ、オロチ。初見、あ、ルギアさんいらっしゃい。何これ、これ俺もしかしてさ、あのチートツール使っちゃってるこれ、知らないうちに。はい、答えいただきます、よろしく。大当たりが来ねえんだよな、なんかそこそこいいのは来てるんだけどな、そこそこいいのは来てんだけど、大当たりが来ないんだよな、なんかな。闇メタとかこう出ちゃって飯まずとかないのこれ。まあでもね、これがあるおかげで、ふかふか、ふか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 、いいね、これ。もう一個ぐらい欲しいな、これ。リスナーの金タウンまで吸い取ってる。ガチャはもう終わりましたよ。ガチャ終わりました。これですよ、これオロチ神タイプ。どうせ課金してない、メイメイ派、レイラー外れ。いやレイラー外れじゃないだろ、金だから。ゴーレムとか当たりよりはいいでしょ。金の時点で外れじゃないでしょこれ。いやこれもなかなかいいでしょこれ。いやーありがとうございますね、本当に良かった今日は。まあちょっと微妙だったなこれ。10個くらい課金してスタミナ回復に、いや使ってないっすよ。今持ってる降臨モンスターの紹介、降臨モンスターは俺何持ってます俺。まずこれ。ヘラ・ウルズ。ミクシャよりは強い。今回結構神回だったよね、これね。これ。ヘラ・ウルズでしょ？ヘラ・イース。ヘラ・イースですね。ミクちゃんに強いとか言わないで。あとなんだっけ、まだいたよね結構ね。あ、これ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 、イザナミ。イザナミですね。いやミクパですよ、もちろんミクパですよ。ウルズ動画上がってます。イザナミですね。で、あとこれか、竹見なかった、これですね。これだけです。とりあえず行ってクリアできたの。あ、あとあれ、勇者降臨も行ったな。勇者も行ったな。これか、これだっけ、これだっけ、ハイランダーとかいうやつだっけ、これだっけ。これ勇者降臨のやつだっけ、それだよね。これです。あと勇者降臨も行きましたんで、はい、これです。ゴエモンは行ったんですけど、ウトロップできなかった。全然育ててないよ。ヘラは、すごい昔に一回行って、ダメで、それから行ってないですね、ヘラだけは。まだ。アテナ行くよ、ゴミのように落ちます。全部濃紺ですよ、当たり前じゃん。しかも、全部地獄一発ドロップですからね。早く育てな。アテナちょっときついでしょ。ゴエモンはミークパで濃紺できましたよ。ゴエモンはドロップしなかった。だからもう一回行くから、あれ。
ヘラは行ったんだけど、クリアできなかったんだよ。あれ、40の時に行ったんだって。スタミナがやっと40になった時に、試しに行ってみたんだけど、全然ダメだった。全然クリアできんかった。ちょっとこれ卵送るの邪魔だから。アテナ強い。アテナはちょっと超地獄は難しいね。もうやらないけどフレンド送っていい。やらない方はちょっと送らないでください。ゴッドフェス引きましたよ。いや、ゴッドフェスの結果これじゃないっす。アテナはね、どうだろうな。ちょっとアテナ超地獄だからな。最悪あれ、ワンコンでクリアというのもありなんだけど。銀2回続いた。ミクパで超地獄はね、かなりきついな。かなりきつい。ミクパで超地獄はちょっと無理ぽっぽい感じがする。かなり。緑ソニア、あ、ママさん使った？俺の魔法石使いました？使いました。俺のあーってドロップ強化か。あ、使った緑ソニア当たりましたか。ゴッドフェスは、まあ、最終的に、ゴッドフェスの結果を言いますと、いや、ちょっとまだお気に入り。オロチ。と、レイラン。これの、2個ですね。ダブル金でしたね。一応。アテナでしょ。アテナ俺結構使ってる、フレンドとして。悪くはないよね。オロチがちょっと見てくれがなんかな、いまいちだよな、これ。お気に入りしとこう。うん。金しか出てない、最近。これ恐ろしいことだよ、これ。金しか出てないというね。この完全に社員を疑われるレベルのね、引きですけど。だから俺乱数調整したって言ってたじゃん。あの乱数調整が重要なんだから。みんなちょっとね、向きってまた次すぐ引いちゃうでしょ。ドロップ強化、緑光だしサーブでも使える。あーってな欲しいね。夜道が危ない。こうオロチ実は中から女の子が出てくるとかそういうことないの。金の引き方？金の引き方は、あのね、開けた瞬間決まってるとか言う人いるでしょ？違うから。その、かな、あの、撫で方とかで、何パターンかあるんですよ。通信しないからどうせ決まってるみたいな考えなんでしょ？多分ね、3パターンぐらい用意してあるんですよ。もうすでに。ポコッと、あの、開いた時に。何パターンか。女の子食おうとしてた。いぶくない、口なで入ってる。パズドラ登録してください。もう年したいんすけどね。ちょっとボックスが圧迫されてまして。アテナちょっといける、いけるだけの、まあ、まあ、ランクは上がるんですけど、すぐ。そう、村井さんの撫で方じゃダメだよ。あのね、こう撫でれるのは手しか撫でらんないから、そこは。他はタッチが反応してないから関係ないから。あの手を撫でないとダメだからね。ちなみに、ね、今まで食った女がいるはず。初見です。死んでください。はい。あの、これを運営に通報したいと思います。村井さんの撫で方ではダメです。ダメ。アテナ行きなさい。アテナとか無理だろ。アテナも光だろ。あれと一緒じゃん。女神と。同じじゃん。闇がないから。舐めたら。いや、舐めても出ないっすよ。
追い出された。いやミクパ以外のうち選択ないんで。大好き大好き、ありがとう。ギガンテスで無理。いやどう無理な、だってねアテナ強かったよ。なんか他の人の放送見たけど強かったよ。後半のゴッドフェス、まあ後半ゴッドフェスあんだったら、まあ石があれば1回ぐらい引いてもいいですけど。痛恨？いやアテナ無理でしょ、超地獄なんだもんな。バトルも4しかねえしよ、これ火力ないとワンパンなんでしょ。ドラゴン3匹どういうこと。1回が無理か、また1回でやられるのかよ。ちょっと最悪最後までいけるんだったらちょっと盛り上がるんだけどさ、フレンドバステとかなんかで行くけど、どうせフレンになってください。レイランとオロチですね。日本で結構有名。いや全然有名じゃないですよ。アテナ交流行ったことがないから、どういうのが出てくるのかがあんま覚えてないんだよな。他の放送もなるべく見ないようにしてるんだよ、ネタバレになっちゃうから。よっさんの次に有名。いやランクはもう上がりますからすぐに、あと7800で。でネタバレ気にしてないですよ、ドロップマネジメントリスナーなんで。ランクは今162ですね。どれでいける、これミクパとしては。大神かと思った。サッカー配信で人数増えてるイメージである。そうですね、石全部使って当てな、それはやらないです。はい、答えいただきます。フレアヌビスじゃないと無理。ハチコンとかね、無理だろう。いやボックス打ちゴミ箱だからさ、完全にゴミ箱だから。てかボックスを見てもね、正直しょうがないんだよ。うちミクパだから。まあ、うちのこれメインパーティーね、これね。メインパーティー、これ。ここで若干ガブリエルが入ったりとか、これで変わるんだよね。ガチャは、オロチとレイランですね。だから闇が、だから欲しいんだって、今。闇不足なんだよ。闇不足。だって闇なんて持ってんのあれしかいないんだもん。31しか。パズル配信でコミュゲンじゃないって好感持てる。ありがとうございます。タイニースキルマ。ハクはダメなんだよ。リーダースキルが生きない。ミクのリーダースキルが生きないんですよ。闇だから完全に。それからリーダースキルを完全に無視して闇を連れていくかのどっちかだよね。みんな飽きたの見てる、マジで。ありがとうございます。あ、ロードつくんだっけ。ロードって究極進化するとつくんだっけ、確か。ハイランダー究極さればキー闇、いや闇副属性でダメ、種じゃないと、種じゃないと。いや闇はなくてもいいと思うんだけど、ボスが倒せねえと思うんだよな。これも女神で結局闇なくて結構ダメージ与えられきれなかったっていうのもあるし、無課金ですよもちろん。オロチとレイランが出ましたね。俺は降臨はねガブの方がいいと思うんだよな、自動回復がつくから。ロードバランス、ロードって闇と何がつくの、究極進化で分岐で。闇闇闇水
水か、ダメだ水じゃ。ガブリエルか。でもなんかワンパンで倒される系なんだよな、どう考えても。バランスにも補正かかる。いや、バランスには補正かかんないですよ。木か光属性がついてないと。読みがいいんだよ。天地座ワールドついてるし。いや、闇ほとんどいないんですよ。だから読みが欲しかったの。いや、白白は白パンになっちゃうから、それはダメなんだよ。ワンパン一回。1回がなぁ。右から2番目？え、何？スサノオどれだけ強いか分かってますか？スサノオ。こいつめっちゃ使えるからね。特にバインドかける2になったことによって、バインドしねえか、絶対に。160くらいで古今した。アテナは相性いいですね。いや、アテナは別によくね、ダメなんだよ。俺もうミクパで貫いてるからさ。ミクパでクリアしなきゃ意味ない。もうミクパでも全員が完全に297まで、まあ、レベルマックスでも絶対にいけないような状態になっちゃったら使わないけど、さすがに。はい、おかえり、ルーちゃん。ゴッドフェス行きましたよ。だって1階が突破できないというね、難関なんですよ。1階が。アテナのスキルのがっかり感。強化じゃん。使えるじゃん。これじゃ無理、アテナは。スタートのその1階が突破できないだろ。1階が突破できないって一番盛り上がらないんだよ、これ。いや、コンテはないから。あ、スサノオいいですよ。めっちゃ使えますよ。しかも俺のスサノオね、スキルマックスだから。鉄壁の構え15ターン溜まるからね。どれでいくかな。ガブリエルか、やっぱり。ガブリエルはね、自動回復がついてるし、こいつはね、そこそこね、回復力があるんですよ。俺はそこも見込んでんだよね。しかも、スキルブーストがついてるし、で、降臨系だと回が少なくてスキルがたまんないから、こいつはね、使えるんですよね。17削った後、16を2ターンで削らないとダメ。初見だから分かんないね、戦い方が。いや、新たな道を模索するのは、まだ早いです。まだ早い。とりあえず、ミクを297まで持ち上げてから、そこからです。結構テンプレじゃないとクリアできない。いや、テンプレじゃないとクリアできないっていう割には、とりあえず自己普及くらいは突破してますから、なんとか。とりあえず見学しに行くか。いや、もう限界までミクパで行くか、とりあえず。じゃあ、試しに行ってみるか。じゃあ、とりあえず、ノマダンで、とりあえず、ランク上げます。あ、こっちの方がいいかな。プラタも落ちるかもしんねえしな。15だろ？プラタも落ちるかもしんないから、こっちの方がいいかな。あ、ポリンの方がいい。あ、ポリンの方がいいか。あ、ポリン行こうか。え、これな、上級どれぐらいもらえるんだっけ？足りなくね？少し。
少し足りなくね。であれか、あれ行けばいいのか、板流行けばお得意の。あ、ガチャ引きましたね、もう。はい、チロチャレしちゃい。4000ちょい ?4000 じゃダメでしょ。4000じゃダメだよ。4000じゃダメだ。こっち行った方がいいよ。これ今 1.5 倍だし。これ、噂のアテナ。噂のアテナちゃん、これですか。こいつですか、噂のアテナちゃん。とりあえずバステッドで行く。安定のバステッドで行く。アテナ究極進化。あ、来そうかもしれない。アンケートで結構上の方来ると思うよ。アテナ、回復力がないんだよ、アテナは。そこが嫌なんだよ。レベル間だった。馬から降りてほしい。うわー、これがさっき普通のアテナとかで出ればな。ハチコンとか。なんかこれさ、卵がひょいっていくスピードがちょっと上がったような気がするんだけどさ、若干なんか前もうちょっとゆっくりじゃなかった。サタンも来る。いや、サタンは来るかもしれない。確かに。なんかプルプルがなくなったんじゃないの。プラ玉とか来てもさ、なんかプル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 ってすごいなんか震えてる時あるじゃん。あれ結構良かったんだけどな。なんだよこれ、なんでこういうとこに。うわ、なんでこんなに落ち神様来んのかな。なんかなくなったよね、あのプラ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 ってこうプラ玉がプル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 って震えてんの。余計な調整だよな、これな。余計な調整。いや、あれは入れといてよかったと思うんだけどな、そのまま。そう、卵廃人仕様になった。ちょっと金儲け仕様に切り替わったわ。じゃあ、アテナ行ってみるか。今日はちょっと盛りだくさんすぎるな、今日は。テレフォン、ちょっと今日はテレフォンはね、ちょっとご遠慮ください。申し訳ないですけど。なんか早いって絶対。明らかに早くなってる。プラマラしてると、プル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 ってしてるのがイライラしちゃう。プル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 って。すごいプルプルしてる時あるよね、あれね。に食われた。俺、僕のバスニャンは弱いけどフレンドお願いします。ずっとこのパーティー飽きないの。いや、逆に飽きないんだけど。腰つべさらされますよ。あ、これ最後抜けますよ、大丈夫ですよ。何回もこれで行ってますから。いや、逆にそのテンプレパーティーの方が飽きるような気がするんだけどな、俺は。逆にこれ面白いですよ、肉パ。ものすごい考えながらプレイするから。いや、緊張してない時のチェンジザワールドはうまくいくんですよ。緊張してる時のチェンジザワールドは全然うまくいかない。もっと早く周回したいとか思わない。全然思わない。だって無課金だもん。まだ生きてますよ。倒れたりしちゃう。だって無課金だもん。課金してる人だったらもっと早く周回したいと思う。絶対。
これだとちょっとね、時間がかかるね。いや、俺土日やってっときそう思ったもん。あの土日マラソンしてっとき、俺エフェクトとか全部カットしたから。高速に回れるように。あとスキルも一発でポンっていくように、もう連打してるんですよ。もう行った瞬間、ポチ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 って、もう、階に入った状態で。だから、集会をね、やたらしてる人には、ちょっとうざったいと思いますね。無課金は早く男女終わらせたくない。ゆずゆずの方がビッグじゃね。いや、これ3、おほらほら。このプルプルがない、プルプル。今、普通プルプルする感じだったよ、今。普通だったら。普通だったら今ね、今は、もうプルプル、プルプル、プルプルって。土日半減もう来なくていい。あれ、いや、疲れるから。やりたくない。寂しくなって、プルプルなくなったよ、あれ。今のはプルプル出るタイミングですよ。ポテって怒ったタイプだから。一番最後に出て、なんかプル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 、ひょいって。なんか出る、そのエフェクトなくなった。俺の愛すべき友、バステキちゃんのスプレッドキャットだ。にゃん、アテナ頑張るにゃん。プルプル次のバージョンアップであれ戻してもらいたいわ、プルプル。オンオフ、オンオフできるようにしてもらいたいわ。あのプルプル良かったのによ。あのプルプルなくしたのはちょっと解約だぜ、完全に。初めて180ちょっとですね。一瞬で終わるようになったから、なんかその卵を取った時のエフェクトがやたら早いんですよね、卵エフェクト。アテナの一旦目どうやって活動してるの。いや俺も分かんない、行ったことないから。行ったことないから、この先どうすれば勝てるのかわからないんだけどさ。土日ダンジョンのスタミナ2分の1ってどういうの？いや、スタミナが2分の1で回れるんだよ。土日ダンジョン。いや、あれはかなりね、経験値稼げますよ。気づかなかった。なんかね、プルプルなくなったなと思ってさ、あれパズ速にも書いてあったんだけど、俺はもう塔の前にも分かってたね。それ見る前から。あ、そう、効率がものすごくいいんですよ、土日ダンジョン。で、神々と同等ぐらいのレベルなんですよ、確か。土日半減だと。卵の回収異様に早くなりましたよ。大天狗。はい、ミキちゃん、ワクツレッシェイ。プルプル復活させる方法ある？何そのプルプル復活させる方法って。じゃあ行きます。で、一応ドナーも使ってみます。俺の女、ドナちゃん、いかがしちゃって、よろしく。俺の嫁、ダブル攻撃耐性機、発動。ありがとね、ミクちゃん。いいやつ出たぜ、結構。よろしく。土日の問題やってて面白かった。そうだよ、俺結構2時間ぐらいやり続けたけど、やりたくないと思ったら目が痛くなったの。しばしばして。じゃあ、ここでチェンジザワールドかけます。じゃあ、行きます。タイニーちゃん、覚醒ついてね。じゃあ、チェンジザワールド発動。えいっ。
卵がドロップした後もモンスターが残っていた場合、その後追加攻撃倒すとプルプルする。いや、チェンジ・ザ・ワールドはこう緊張してない時はまあまあうまくいくんですよ。まあまあうまくいくんだけど、今闇あそこに入れてもよかったな。闇あそこに入れて3つにすればよかったな。闇をさっと入れて右に3つ上んとこ並べれば9コンまでいけたな。いや、あれドロップしないでしょ絶対。あ、よく見たプラスじゃん。あ、さっきそうかプラスで手に入れたんだ。プラス、そういえば。そう、緊張するとうまくいかないんだよ全然。ガブに全部食わせる。緊張するとね、ダメなタイプなのよ俺。あんまり青いのないな。ペンギンも1個食わせるか。もう最近あの蛮流とか回さないからさ、全然あれが手に入らないんだよプラントが。ミクにプラス食わせるよ。フレ光メタ、あ、来たら喋りが少しお願い入ってね。アイルさん、いらっしゃい。お、なんかナノじゃないこれ。あと972だって。ゴッドフェス行きましたよ。じゃあちょっともう一回神々行きます。神々じゃないや、雨綿なんだっけ、雨綿摘み行きます。もう一回オロチとレイランが出ましたね。オロチレイランです。いや、俺こう唇を触るのが癖なんですよ。唇で楽しむタイプの人間なんで。キールは募集。光メタ？いや、俺大体バステトだけど、バステト絶対失敗しないから。リセマラ、俺はあれです、フレイちゃんですね。アキちゃん前より気持ち悪いな。何、なんか金の卵ばっかり出てちょっとね。でも当たりが来ないんだよ。金は当たり出るんだけど当たりが来ないんですよね。当たりがブーンブーン。え、なんで光メタ？光メタ入れないよ。だバステットの方が安全じゃん。ブルーアイズホワイトドラゴンだった。なんでそんな光メタなの。バステットの方がいいじゃん。最後チェンジザワールドで決めるから。さえて最後貫通しなかったら負けるじゃん絶対に。キル毛布今日着てないっす。今日キル毛布着てないっすね。あれ、金でも当たりでない、つまり当たりだけど秋田のパズル力がまだだから。いや、俺は読みが欲しいんだよ。いや、外れだとは全然思ってないよ全然。読みが欲しかったから。光メーター持ってないっすよ。いや、勝てる？光メタでも勝てんの？最後チェンジワールドで抜けられんの？だからね、あのね、俺より普通にやってる人の方があの成長率はいいっすよ間違いなく。俺こうやってだってアテナとかさ、もういけないのにもかかわらず一応行くじゃん。スタミナもったいないじゃん。回しましたよ、ゴッドフェザーもう回しました。
YouTube の方でも結果分かりますんでね、あのぜひ YouTube の方もよろしくお願いします。アテナ知ってるよ、緑と光をあのパワーアップさせるんですよ、エンハンスみたいなもの。同じ質問しすぎ、読み究極強いかも。いやみんなね、うちの放送どうせ遅いだろうと思って、あのゆっくり来た人がたまたま今日早く弾いてるからもう見れませんみたいな。ドロップ強化、俺たまに使ってますもん、アテナ。今はあんま使ってないけど、フレンドとして。スキル貯めないのか、あ、貯めたいのか、パズル力、いやパズル力ないですよ。アテナはちょっとまだいけないんですよ、あれ的に、まだスタミナが足りなくて。アテナ4回しかねえんだよ、あれな。あれはもう絶対無理だぜ。超地獄って超地獄なんだよ、本当に。石、無課金が石使えるわけないでしょ、無課金が。課金してる人だったらわかるけど。無課金ではきついわ。いや、アテナ行きますよ。みんなちょっとね、早漏すぎんのよ、これ、みんな。ゆっくり、ゆっくり行こうぜ。いや、同じの2体を入れたくないですよね、俺のなんか、なんとなく。エキドナもう1体いるっちゃいるんですよ。全然鍛え上げられてないけど。あれ。無課金で3コンで勝った。バステトドラーデ。で、オロチ入れろ。オロチなんか全然鍛え上げられてないじゃん。ミクパにしかもミクのリーダースキルいきないし。あくまでミクパなんで。いやーでもミクパだとしんどいな、本当にもうだんだんしんどい。超地獄がね、あんなに難しいと思わなかった。ダブル威嚇。おお、すげえ食らった。エキドナスキルマンに対、スキルマンになってないし。いや無課金でスキルマンとかきついってどう考えても。あ、間違えた。いやまだまだちょっと伸びしろはあると思いますけど、プラタマ全然手に入んねえな。いや、まあ、でもまだまだ限界じゃないですよ。まだ育てきってないですか、全部、キャラクター。スサノオはなんとかスキルマンにできたんですけど、エキドナはきついね。アンケナは無課金でも結構スキルマンできる。ジュースタイム？ジュースタイムって何？プラス落ちないね。さっき、まあ、さっき落ちたからね。平均最近4コンボくらいに進化したんですから。もうみんな自慢すんのが好きだからさ。お前下手だなとかよ、もう。自慢すんの大好きだから、そんなの余裕だろうよとかよ。大好きだからみんな自慢すんのが。アキタ考えたら結構パズルうまい。佐野関係ないっしょ。よし、俺の友バッセルちゃんのスプレッドキャットだ。にゃん、アテナチャレンジ、にゃん。落ちないね。プラス来ないね。ふなちゃんランクは今162ですね。実際下手ですけど、下手なりに頑張っとるじゃん。
たいニコ生やりながらやってみて、結構難しいもんなんだよニコ生やりながら結構やると、あれこれやべえな、これ地味に地味にこれ緑ないな、スタミナ100欲しいね。通報されたらネタになるし、もううなちゃんの放送なんか最近見てないよ全然、外部でやってるから、外部とかでもやってるから。やばいなこれ、次のターン食らうな結構、ドカドカってリーダースキルは木と光が攻撃力2倍とヒットポイント2倍ですね。もっと脳を使おう、コメント読んでこれあれですよ、甘綿積みですね。そんなもんもわからんのか、帰れ。なになに秋田の放送見てる人に聞きたいんだが、今、家具土出たんだが当たり。家具土はね、最近ね、あのね、バステトが強く、あ、バステじゃないや。あの、エキドナが強くなったからね、結構微妙っちゃ微妙よ。うなちゃん引退してないよ。何気に。強いなこんなにいつも時間かかんないんだけどな。今回のレースで一番外れ、家具土はちょっと微妙だよ。エキドナでいけるよね、代用効くよね。はい、コミさんありがとう、キラリンです。いや、わかんないよ。さらに究極が来るかもしれない。さらに究極が。このカーバンクが結構うざいんだよね。まあ、威嚇使うまでもないんですけど、一応使ってみます。俺の女、ドーナちゃん、威嚇しちゃって、よろしく。あまり水が増えないな、水つか緑が増えないな、これ大丈夫かな。一回整地するか、一回整地するわ。俺の嫁ミクちゃんのダブル攻撃耐性器発動、俺だ。秋田の声家で響いてきた。ゴンで行ったんだっけ前。俺はもう大体この最後チェンジザワールドで片付けるっていう。光バルナが友情でも出るし、友情出るわけねえだろな。全然恥ずかしくないし、じゃあ行きますよ。ちょっと待って、つながる可能性がある、ちょっと見とく。多少繋がってもね、ご利用しできるから。ワルキューレの段、あ、ワルキューレ友情出る？マジで？今でも出んの？嘘？あれ出んの？友情でも。マジか。じゃ、タイニーちゃんのチェンジザワールド覚醒今度ついて強くなるよ。チェンジザワールド発動。繋がっちった繋がっちったけど倒せるからいいや大丈夫大丈夫繋がっちゃったけど大丈夫です。いや危なかった
村これの究極進化くらいの確率。青狙った。いや、狙ってない。今間違って繋げちゃった。